山寺です、今ですね、たこ焼きを食べに来てるんですけども、ふわっちの配信者で有名なカリちゃんですよ。前ね、西成のね、商店街の中でちょっとねやってたんですけども、今はですねちょっと場所を変わられてですね、大石豊さんのね、東洋太平洋チャンピオン第33代のね、そこのねゆたまるさんですね、そこの、ね、ボクシングジムのね向かいでねやられてるんですよ、たこ焼き屋さん、カリちゃんですよ。これからねここでねちょっと食べてみたいと思います。たこ焼き大好き山寺なんでね、たこ焼き食べてみたいと思います。こちらですねたこ焼き、今カリちゃんがね一生懸命ね配信しながらね、たこ焼きをやってます、焼いてます。あのですねたこ焼きはですね6個で300円からやってます。あとねイカゲソバター焼きとかね、チキンガーリックとかね、玉せんとかタコせんとか、ね、いろいろやってますよ。これいいですよね、絶対ね、美味しいです。前食べた時ねめちゃくちゃ美味しかったんですよ、ここのたこ焼き。でもねどっか移転されてどこに行ってるんかなと思った時に、ここでやってることがちょっと分かったんでね、ちょっとね来てみましたよ。八九人さん行った時ねこれもあったんですよ、このパンフレというかね、でこれ見てきたんです私。あとね、値段もちょっと変えてて作ったらしいですわ。ちょっと映ってるかな、わからないけどね。ということで、今からでたこ焼き食べてみたいと思います。たこ焼き6個ソースでもらえますか。すいません、なんかねカリちゃんにソース言ったら塩ですって言うから、ちょっと塩にします。塩、やっぱり塩で、塩ですか。塩です、塩です。塩がうまい、塩がうまい、わかりました。じゃあもう言う通りやります。飲み物もねこういろいろあります。今日はね、はい、チキンステーキはもう完売しちゃったんです。あ、もうそれしゃあないです、まだあるときに来ますから。ここのメニューは、はい、なんといっても、はい、このゲソ、あ、ゲソが200円で、はい、それ言っときましょうか。あるんですよね、じゃあ、あるんですね今ゲソ、じゃあゲソ言っときましょう。ゲソいきます、ゲソ。それは何、ガーリックと塩とどちらがおすすめいきますわ。ゲソはガーリックです。あ、じゃあそれでいきましょう。ありがとうございます。これはゲソ、はい、これはゲソ、うわ、これは違う、これはゲソちゃうね、これは丸焼きね。ほうほうほう、丸焼きもあるわけですね、はい、ゲソはね北海道から全域売ってるんですよ。へぇ、北海道から。そうなんですね。はぁはぁ、これその丸焼きも売ってるんですか。丸焼きもやってます。最近ちょっと、最近やりだした。丸焼きいくらで出してるんですか。400円でやってるんですって。でもゲソがおすすめだから私はゲソ食べますけどね。ゲソだって、ゲソがおすすめだからもうゲソ食べますよ、ね、北海道から取ってるんで。北海道から取ってる。ない時はない、ある時はない。ああ、わかりました。今日はもう山寺さんがサービス。いや、そんな、大体いつも肉なんですよ。はい、肉やけど、はい、山寺さんが来てるんで。いや、ありがとうございます。もうそんな、もういつもは2個らしいですよ。まあそれでも2個でもボリュームあると思うんですけどね。しかも200円で出すんでしょ、安いじゃないですか。いや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 、ほんまにありがとうございます。あ、たこ焼きもね美味しそうに焼いてますよ、最高やわ。いいですねこれ。ということはね、たこ焼きと、イカゲソ食べてね500円で済むっていうこと、ワンコインですよ、最高。うわー、これ絶対美味しいと思います。うわ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 、間違いなく美味しいですね、これ絶対美味しいやつですわ。うわ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 、焼き落としましたよね、いい焼き落とさせてます。うん、絶対美味しいやつだから、見てるだけでもたまらんわ、ね、祭りっぽいでしょ。祭りっぽいですね、うん、しかも安いですやん、うん、ね、祭りで食べたらもうちょっとしますもんね。しますね、ね、しますします。それを実際に俺は持ってきたんです。ほんで、はい、一応9月から、はい、発表か、タピオカで、タピオカのなんか飲み物来るんですか。タピオカ飲み物。ああ、いいですね、なんか祭り気分で。そうそうそ う, そうね、祭り気分ですよ、ここだけ。これはね、ぜひの上陸させてください。もう皆さんね、 よかったら来てみてくださいよ。もうたこ焼きね、あの有名なふわっちで有名な配信者カリちゃんがやってるんですよ、カリちゃん、うん、最高ですよ、ほんまにね、ありがとうございます。もうすごいなこれが。うわー、ゲソうまそう、うまそうや、ゲソ絶対美味しいやつやん、これ。あかんやんこれ、やば、絶対美味しいやつやわ。山田さんも酒飲んじゃうんですか。飲みますよ。あ、じゃあちょっと僕飲みますわ、ちょっと待ってくださいね。あ、ハイボール飲みました今日は。ハイボールありますか。あ、はい、ありがとうございます、すいません、ハイボールね、350円のハイボール、安いな。まとめて、じゃあまとめて払います。そうそう、もういいですねこれ、最高やわ、ハイボール。うわー、今ガーリック味の、うわ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 、すごい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 、
うわうわこれ絶対美味しいやつやわ、間違いない間違いない、もう匂いしてますわ。これちょっとこれモッサン乗せて。すごいな。モッサン乗せて。ゲソゲソね、私はゲソの方ですけどね。ゲソもうゲソあっうわやば、はい。これだけで注文してね。なんと900円で済んでるんですよ。これイカゲソにハイボールにたこ焼きですよ。これで900円最高ですやんか。もうめちゃくちゃ安い。なんかつまんでんの。これでお腹膨れるんだったらもうね言うことナッシングですよね。今からいただきたいと思います。たこ焼きはね塩やってね、おすすめが塩って言うはるから、ちょっと塩のたこ焼きどんなんかなと思うんやけどね。とりあえず食べますわ。それで今からハイボールいただきたいと思います。いただきます。開いてなくて、あハイボールうまい、まあ、ハイボールは別にねあのあれなんですけど、たこ焼きから食べた方がいいんかな。まずたこ焼きからね、熱いうちにたこ焼き。猫じゃないですね。猫じゃない、犬じゃないで大丈夫です、ね、大丈夫。これ塩で食べるたこ焼きらしいですよ。うまいでしょうね、絶対おいしい。ちょっといただきますよ。うまっ、何これ、うん、うまい、塩おいしいですね。え、塩だよ、うまいよこれ。外カリッと開けて中はふわ、でも平和に行こう、平和に、中ふわ、外カリ、外カリ、中ふわ、最高、塩うまい、うまっ、うん、で次にカリちゃんおすすめのイカゲソ、これなんか北海道から取り寄せてるらしいですよ。しかもね200円、安いですね。でおすすめは、ガーリックがおすすめらしいですよ。ちょっといただきたいと思います。うまっ、うん、あ柔らかくて美味しい、美味しい、柔らかい、ほんでこれうまいわ、うん、結構ねいかげそってね、やっぱりねあの屋台とか食べたらもうちょっと高いですね。安いわ、イカも値段上がってきてるんですね。ねえ、ねこれソースはマヨネーズは、これソースだけね、企業努力やな、これうまい、うん、野菜ないの、うまいわ。今にこの人たちょっと八福神のマスターがねまたね、ネギ入れてお疲れ様です。もう八福神のマスター入れてない、ネギ入ってんのかな。あ、もう元から入れてない、そうやめた。たこ焼き買いに来たんですか。たこ焼き買いに来た美味しい、ここのたこ焼き。うちの店来んねん。いやでも八福さんとこ今行ったからこう来て分かったんですよ。うん。わあ、たこ焼き美味しい。たこ焼きうまい。いつもだって屋台気分。空いてる日、空いてる日家族に反対される。ほら、これ悪くないやん。うまい。うん。塩がおすすめって、ほんま塩おいしいわ。ちょっと食べてみてください。塩ね、でお試しください皆さん。うん。うまい。ミールちゃんもさ、そんなさ、だけ。うん。うまい。動画だけですわ。うまい。ももちゃんからありがとう。現状違うから。うん、もう。現状がいいから。ほんまに完全に踊る。踊りたぶん。おいしいしな、このたこ焼きうまいもん。塩良くないですか。いや美味しい。あ、塩うまかった。さっき塩でうまいですよ。はい、うま、ん、かった。塩美味しいですね。はい、初めて食べましたけど塩っていうのは美味しいです。鼻にだけだから、うん、うまい。よう、よう、でもこの大きさ入ったよな俺12個の。何これ。あの前に昔懐かしい玉銭注文しました。玉銭って皆さんご存知ですか。どんなんかちょっと作り方をで取らせてもらいます。今ね、玉銭を作ってます。150円ですよ、これ玉銭。安いですね。じゃあねー、ありがとうございました。この中に入れ、あ、その中で焼く。前もさ、リスナーにさ、卵、卵だけ、これがどういう風になるのか、この玉方が。ここの営業時間4時から11時。休みは？休みはね、雨の日。雨の日、まあ雨は。それ以外は？7月から9月は9月まで休みです。あ、梅雨だから。
自分の仕事あるんで。ああ、そっか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 。わかりました。だから7月から9月まで休みということですね。6月中はやってはります。雨が降らん限りね。ほんで雨以外はやってます。雨以外やってます。ぜひ皆さん来てください。ほんまにね、お祭り気分でね、安くて美味しいから。ここはもう最高やと思います。ほんまにもう、うん、私は気に入りましたわ。飲み物飲めるしね、まあ、ちょうどいい感じに焼けてきたかな。こっからどうなんの、ぐるっとこう、おおおお、なんか仕事が丁寧ですね、うん、丁寧よ、こんな感じ、あ、動画的にはそうですね、いいと思います。玉せんはあれやね、ソース塗って上に、あ、これ美味しいでしょう。あー、うわ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 、これがね、玉せんです。タコせんべいの上にソースを塗って卵を乗せて、ちょっとマヨネーズをね、さっとかけてるんですよ。これね、端から、ガシガシと食べていきたいと思いますよ、うん、ウーバーイーツ誰も来へんな。これちょっとね、半分ぐらいにして、これちょっと折って食べる。来ました、来ますよ、1人だけ。うまっ、じゃあ来てましたね。うまっ、うん、うわ、もう黄身が溶けて、うわ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 、そう、そういう風になるんですよ。これがいいんですよ、ほやけど、うわ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 、それ落とす人いるんですよね、うん、だから俺はもう子供とか来て、子供が来た時は、はい、両面焼くんですよ。あ、それがいいかもしれませんね。僕これ入れ物にちょっと、ね、落として食べてます。わざと落として大丈夫です。うん、これうまい、めっちゃうまい、うん、これ iPhone やもん、もうね、でもあれなんでか分かってん、お祭り気分です、マジでうまい、うん、もうね、断面、玉城さん、どっか美味しいとこ連れてくださいよ、カリちゃんとこ、ここが美味しいですよ、高い、ね、高いけど美味しいよ、なんか、うん、ちょっと変わった、もうね、ここはね、カリちゃん、最高ですよ。もうね、めちゃくちゃ美味しくて、たこ焼きも美味しかったし、うん、塩たこ焼きね、まあ、ソースもいいと思うんですけども、塩もおすすめです。あとゲソも美味しかった、で、玉せんも美味しかった。懐かしいですね、玉せんっていうのは、ね、子供の頃よく食べてましたけどね、うん、久々に食べるめちゃくちゃ美味しかった、満足しました。ほんまにありがとうございます。もう私もこれで帰りたいと思いますけども、もしよろしければ私の YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それとですね、いつも、見ていただいている方、ありがとうございますということで、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。